いやもうよよっとしました。しげさんとサポーターの皆さんに心を見せることができて良かったなと思います。なんか一体感あったくないですか、ね、ゴールシーン、そういう一体感を持って3試合挑んでいきたいなと思います。でも今日も本当最後のやっぱ終了間際で点を取るのがアビスパっていうところで、その皆さんの声援に助けられてゴール決めたっていうのもあると思うので、まあ、最後は本当満員になるぐらいの人が来てくれて声援を送ってくれたら嬉しいなと思います。